陰影堂の武雄です。今回は、偏光レンズの各メーカーのカラーと特徴、そういったものについてお話をさせていただきたいと思います。偏光レンズを、作成し、販売している会社は、本当に数多くありますが、陰影堂では、主に、タレックス、コダックなどの、偏光レンズ、ICRX-NXT の、偏光レンズ、オークリーなどの自社で展開しておる偏光レンズ等々、さまざまな偏光レンズを取り扱いしております。各々の特徴については以前の武雄ニュースをご覧いただければと思います。本日お話しさせていただく偏光性能という部分で申し上げれば、現時点で最も秀逸なのはタレックスではないでしょうか。先日お話しさせていただきました偏光膜、この偏光膜を、国内で生産しているのは、数ある、その偏光レンズメーカーの中では、唯一タレックスだけです。他の、各社の偏光レンズは、偏光膜はすべて、輸入品です。特に、海外製品が悪いであるとか、国内のものがもう全く違う方法で、作られているというわけではないんですが、どうしても、輸入したものには、ばらつきがあります。その数ある、偏光レンズの中で、偏光膜、レンズ素材、それらを組み合わせ、均整に、良い品質を保っているのは、現時点では、タレックスだけではないかと思います。また、偏光膜に関して、偏光膜とは、この、サランラップのような、こんなような薄いものだと、申し上げました。これを、そのレンズの、型に合わせて、カットしていくわけですが、その際に、これそのものでは、ないんですけど、こういった円筒状のものを使って、打ち抜いて、その偏光膜をカットしていきます。これは擬似的なものですが、こちらに置いてあるサランラップ、これが、仮に、遠心状に伸ばされた、偏光膜の状態だと思ってください。この偏光膜の厚み、0.3 ミクロンというように、言われております。1ミクロン、この単位というのは、1ミリメートルの100万分の1、この単位が、ミクロンという単位で使われるわけですが、0.3 ミクロン、本当に、非常に薄いものだというように、ご認識いただけるのではないかと思います。そして各社、この偏光膜をカットしていく際に、先ほどお見せしたこういった、円筒状の、カッターで、このようにそのレンズの型に合わせて、打ち抜いていくわけですが、どうしても、こういったシート状のものを、こういった円筒状のもので、強く押し出してしまうと、その偏光膜に、よれが生じてしまう、つまり、偏光膜の性能を最大限に引き出せないというように、タレックスでは考えました。それでは、どのようにしたらこの偏光膜を、歪みなく、カットできるのか、そして、タレックスはある結論にたどり着きました。では、この偏光膜を、どうしたら歪みなく、歪みなく、カットできるのか、それは、この 0.3 ミクロンという差の膜を、プラスマイナスゼロ、この位置でカットできれば、偏光膜に、歪みが出ないという結論になり、本当数年の、時を経て、プラスマイナスゼロの位置で、タレックスはカットできるようになりました。そして、この偏光膜を、レンズに、特殊な挟み方をして、レンズ、焼き付けを行っていくわけなんですが、タレックスでは、通常レンズを焼き上げる温度よりも、低い温度で焼いていきます。それは、すべてその挟み込んだ偏光膜、これにダメージがいかないように、3日間ほど、低温で焼いていきます。
まあ、今、ずっといろいろ話をしていると、まあ、タレックスの回し物みたいなんですが、まあ、そして、タレックスやコダック、まあ、他にも、各社、本当にたくさんの偏光レンズメーカーがあり、まあ、発売されております。まあ、レンズカラーも、たくさんのバリエーションがあります。こちらが、当店の、偏光レンズの見本ですが、こうやってざっと見渡しただけでも、まあ、これだけの、レンズカラーバリエーションがあります。この他にも、引き出しにしまっているものであるとか、お見せさせていただく見本というのは、別にございます。本当に、たくさんの種類の、偏光レンズカラーというものが存在します。まあ、レンズカラーについては、後々また、詳しいお話をさせていただければと思いますが、まあ、その偏光レンズ、似た色というものは、各社あるかもしれないですが、全く同じ色というものは、一つとしてありません。まあ、例えば、先ほど申し上げたその偏光膜、まあ、あと、レンズ素材、そしてレンズカラー、まあ、その方の、まあ、使われる用途であったり、まあ、その競技種目、あとその方の感じ方、こういったことに合わせて、これらの中から、本当にベストなレンズカラーを、偏光レンズをご提案させていただき、一緒に、ベストな偏光グラス、一緒に作らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。金栄堂の武雄です。いよいよ、4月になりました。2012年度、新しい年度が、無事幕を開けました。これからまた、こちらの武雄ニュースでも、様々な情報を、皆さんと共有できればと思っておりますので、また新しい年度どうぞよろしくお願いします。それでは、年度が、変わったということで、今月また新しい、武雄ニュース、クイズでプレゼント、こちらを、今回もさせていただきたいと思います。今回は、まあ、ちょっと趣向を変えて、まあ、うちのスタッフと、一緒にクイズを考えてみました。それでは、こちらをご覧ください。これがうちの、スタッフの鈴木です。鈴木です。僕と非常に声が似てるということなので、今月のクイズは、まあ、金栄堂という言葉を、これから発しますので、僕が話しているか、それとも、このスタッフ鈴木が、話しているか、それを A か B かで、判断していただければと思います。A は、僕が、話している。B は、鈴木が話している。答えはどちらでしょうか。言葉を発してみたいと思います。皆さん、注意して、聞いてください。それではいきます。金栄堂。皆様いかがでしたでしょうか。先ほど、話した言葉、僕が、話した言葉か、鈴木が話した言葉か、このどちらかを、お選びいただければと思います。なお補足として、まあ、僕が、電話に出るときも、鈴木が電話に出るときもそうなんですが、よく間違われます。まあ、そんなことで、まあ、A と B と、答えを選んでいただいて、ぜひご応募いただければと思います。なお、今回の武雄ニュース、プレゼントとして、まあ、年度明け、一発目の企画ということもありますので、今回は、大盤振る舞いを、してみました。金栄堂で、最も販売数の多い、そして、多くのアスリートの方々に、ご好評いただいております。オークリーのジョーボーン、こちらの、カスタムアイウェアを、
1名様、正解者の中から、1名様に、プレゼントさせていただきます。なおこのカラーに関しては、まあ、以前ブログなんかでも、ご紹介したんですが、私の方でウルトラマンカラーということで、まあ、勝手に、カスタムしたものです。まあ、こちらを、クイズの正解者の中から、厳選な抽選をさせていただいて、1名様にプレゼントさせていただきます。ぜひ、ご応募いただければと思います。皆さんのご応募ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。